すごい立派なホテルですね。いや、安です。今日またお客様をホテルにチェックインの手伝いをして仕事終わりました。動画を撮り始めました。今日このホテルは立派な5つ星のホテル。名前は上海大酒店でございます。ここはですね、上海の南京東路界隈にある5つ星のホテルでございます。ホテル出てすぐのところ、お、三輪車が南京東路歩行者天国でございます。今日はですね、皆さんに紹介する内容はですね、中国のホテルに泊まるときに注意すべきこと、外国人が泊まっちゃダメなホテルはどんなホテルがあること、そして上海のホテルはどうやって選ぶかということを紹介したいと思います。早速レッツゴー。南京東路にある観光客用の電車、今10元になりました。すごい、私昔2元、3元、5元の時代から今10元になりました。ここはですね、中国随一の繁華街、中国上海にある南京東路歩行者天国でございます。上海に旅行に来ると必ず来るところと言っても過言ではない。しかも皆さんが上海のホテルを選ぶときにこの辺にすることがすごい観光客が圧倒的に多いこととして知られています。おお、ここはさすがに繁華街で警察官も特別会計をしていますね。結構いろいろなタイプのチンチン車がありますね。これ10件。ちょっとカメラを高く上げて週末の南京東路の様子でございます。まあ、ある程度活気が戻ってきていると思います。よくお客様に聞かれるんですけど、上海に来るとどんなおすすめのホテルがありますかと。今私が出てきた上海大酒店グランドセントラルホテル、そしてここに上海大法和大酒店セントラルホテル、あとこちら、これは旧ハワード・ジョンソン、今ホリデインになっているホテルとか、すべてこちら南京東路歩行者天国の手前にあります。しかしこういった5つ星ホテル、4つ星、3つ星のホテル、梅干しはないですけどね、のホテルに泊まる以外に安い宿では外国人は果たして中国では泊まってはいいのか、よく皆さん聞かれると思うんですけど、中国ではですね、外国人が泊まれないホテル、宿がいっぱいありまして、それはなぜですか。どんなホテルが外国人に泊まっていいかというのを、特に安い宿に外国人は難しいかどうかということを、そこはですね、複雑な話があります。こういった星がついているホテルは中国では高級ホテル、まあ星付きホテルと言っていいんですけど、しかし少し奥に入りますとこのようなリーズナブルな値段で泊まれるホテル、まあ、少し外観はそんなに見た目ではそんなに立派ではないですけど、実はお部屋の方は非常に清潔感あっていいホテル、このホテルも私も個人的にも非常におすすめで、2つのブランドあってですね、 JI ホテル、とこの上に海遊海友ホテル、JI の方はランクは上で、海友の方はもうちょっと安いっぽいですね。この JI ホテルは日本の東横インのようなチェーン店のホテルで、東横インよりはもっと高級感があって広いお部屋を持っている施設でございますが、もし皆さんが中国にリーズナブル値段で泊まりたい、もしくはそうで清潔感があって外国人が泊まっていいホテルをここのチェーン店にする方がおそらく間違いないと思います。もちろんホリデーインやマリオット、ヒルトン系とかのような外資系は間違い、絶対に間違いがありません。上海に来る観光客がホテルを選ぶ時の立地といえばですね、一番多いのは3つのエリアを選んでいると思います。一つは私が今いるこの南京東路歩行者天国エリア、この一番大きなメリットはですね、商業施設が充実しております。ホテルから出るとですね、ご飯を食べるところ、買い物するところが非常に多くて、それからですね、交通がアクセスが非常に便利ですね。天気が悪くなければ日中ですね、ずっと人が多いですね。これが分かりますか、中国体育祭票宝くじでございます。これ
宝くじです。中国の宝くじについて私は昔動画一度撮ったことありますので、よければ見ててくださいね。私はですね、前回の動画に上海の虹桥空港の様子をお届けしましたけれども、外国人を受け入れるようにですね、いろいろ工夫しています。確かにここの歩行者天国であることですね、外国人の姿が多く見えてきています。2番目、観光客に人気のある上海のホテルの立地場所を選ぶときには、ワイタンザバンドにする方が多いですね。つまり上海昔の旧租界地です。つまりこの歩行者天国をずっと突き当たりまで行くと川沿いの方です。皆さんはですね、この歩行者天国の前で記念写真を撮っています。このエディソンホテルも南京東路にあって、めちゃ高級なホテルになってます。ホテルの向こう側は上海新世界大丸百貨。この先はもう上海南京東路の突き当たり、ここには高級ホテル一軒、和平飯店、上海のシンボルにもなっております。有名なのは昔のですね、ジャズバンド、建物は1920年代、もう100年の建物ですね。ピースホテル、この辺にはですね、ワイタンと言うんですけど、上海の旧租界地界隈ですね、もう上海の歴史的な街を散歩散策するにはいい場所になっていると思います。しかしですね、この辺のホテルの特徴は高いです。そしてですね、地下鉄とかのアクセスがそんなに便利ではなく、やっぱり車頼りですね。たまにも1階の贅沢というところであれば、この辺がおすすめです。もっと前に行くと川になります。上海の江北港、上海の母なる川、江北港です。今日はちょっと天気はあまり良くないですけど、向こうのテレビ塔とか見えますでしょうか。上海の観光客、もう一つ好きな泊まりたい場所は川の向こうのプートンです。川のこっち側はプーシ、裏の西というのですけれども、反対側がプートンですね。裏の東と呼ばれているところです。向こうはですね、上海の摩天楼、上海のマンハッタンと呼ばれているところ、そこにもうたくさんの高級ホテルがありますね。プートンに泊まるメリットといえばですね、ホテルは新しいこと、そして摩天楼、高い超高層ビルが多いこと、そしてですね、ディズニーランドとかに行くには、プートン空港に行くには少し近いアクセスが便利であること。しかし今のようにですね、天気がぼんやりしている時になると、すごい超高層の上に泊まってしまうと何も見えなくなる日もあるのですね。この3つのエリアは上海に観光に来る観光客が一番好きなところだと思いますけれども、それ以外にいろいろあります。皆さん個人の好みで選んでいいんですけど、しかし外国人が中国のホテルに泊まるにはですね、外国人が泊まっちゃダメな施設がありますね。皆さんご存知でしょうね。それはどういうふうに注意すべきか、万が一ですね、そういったホテルについてしまってもう泊まれないと言われるとどうすればいいかを皆さんに紹介します。中国はですね、世界のいろんな国と異なって、ホテルにですね、中国人しか泊まれないホテルと、外国人も泊まって OK なホテルの2つに分かれております。それはですね、特にコロナの間すごい厳しく制限されていますので、外国人が限られたホテルしか泊まることができませんでした。今はですね、中国はインバウンド事業を大きな力を入れて外国人をたくさん来てもらいたいんですけど、私はですね、この外国人の受け入れの仕事を20年以上やっていましたけれども、ホテル予約する都度にですね、このホテルは外国人泊まっていいかをチェックしますね。それは皆さんが個人でもしホテル予約するときにですね、一番間違いない予約サイトはですね、トリップル.com、 それはですね、中国系のシートリプルの海外版なんですので、ちゃんと下に書いてあります。このホテルは中国人しか泊まれない、このホテルは外国人でも泊まって OK という表紙がしておりますが、海外に行くトリプル.com はですね、もうそのシートリプルデータにある
外国人泊まっていいホテルしか表示されていないです。そこで予約した時には大体は間違いない。しかし皆さんがよく使われているブッキングとかアゴータとかといったホテル予約サイトはですね、外国人が泊まっていいかどうかというのを皆さんは要確認です。この南京東路歩行者天国で販売されているものはさすがに上海お土産の代表ですね。面白い、いろんなグルメも楽しめそう。上海ガニとかですね。しかしどうして中国のホテルに外国人が泊まれないホテルというのが存在するかというのが皆さんは不思議に思いませんか。私は日本旅行に行くと、まあ、大体どこのホテルでも旅館も外国人が泊まれるはずだと思うんですけど、まあ、非常にですねお部屋数が少ないホテルとかは別としますけど、基本的には外国人と自分の自国の人たちは一緒だのはずだと思います。それはですね、実は中国の法律の問題でございます。皆さんがもし中国のホテルに泊まったことがあれば分かりになると思うんですけれども、ホテルチェックインするときですね、全部の人漏れなくですね、パスポート、身分、中国人の場合は身分証を出さなければいけない。一人一人登記しないといけないことになっているんですけど、それはですね、簡単な登記ではないです。それはですね、ビッグデータでインターネットにアップロードされています。つまり公安の宿泊警察の方にですね、情報が届いています。誰が何月何日の一泊にどこのホテルに泊まっているかというのを必ず旅館業の義務で、登記してアップロードしないといけないです。仮にですね、私で中国人が万が一ですね身分証を忘れてもですね、スマホにですねこういった電子身分証がありまして、それもでもですね使うことができます。基本的にはですね実名制というのを中国では非常に厳しくしております。それはですね、外国人が宿泊するときにも同じように実施しないといけないですけれども、しかし外国のパスポートで種類が多すぎて全部の人、フロントの人が読み取れるわけではないです。歩行者天国もでもですね、ちゃんと信号があって、赤になったらですね歩行者を止めている交通誘導員もいますね。行かないでねとかって。日系のデパートである大丸さん、つまりですね漏れなく全ての宿泊する人の情報を登記して警察の方に届かないといけないことになっているのですけれども、中国人は身分証とか電子データビッグデータ化されていますので、非常に簡単で身分証をかざしてすぐにデータをアップロードすることができるのですけれども、パスポートって国によってさまざま、名前が長かったり外国人の方はですね、読み方がわからなかったり、パスポートの外国語表記はですねフロントの人が読めない人とかいますので、そういった場合をですね手動で手動でですねアップロードしないといけない、登記しないといけないことになっているのですけども、間違えてしまうとですね登記漏れになります。それはですね旅館業が罰金になります。特に安い宿ではですねそういった罰金は痛いので、それよりですねこの人は受け入れない方が無難ですということになって、安い宿ではですねなかなか外国人が泊まれない、つまりお断りしている施設が多いです。皆さんは繁華街で疲れたから座ってます。至る所にある警察官は安全感はあるのですけれども、まあ至る所で管理されているというイメージが中国では強いですね。この交差点はですね南京路と河南中路の交差点になりますが、お警察のパトカーも止まっています。この交差点はですねある程度なんか日本の渋谷のスプランに当たるものになります。人が信号になるといっぱい行き渡る、ところになれます。しかし最近はですね中国はこのような外国人が泊まっちゃダメなホテルというのを大々的に減らしたいという政府の動きが見えています。なぜかというとですねやっぱり外国人いっぱい来てほしいことと、あとですね外国人と同じように取り扱っている中国の
台湾の方、香港の方、マカオの方、それはですね、外国人の方と同じような取り扱い方で、私たち中国人が身分証明書を持っている状態ではなくて、通行証を持っているのですが、その人たちもですね、非常に毎回ですね、ホテルに泊まるには大変です。しかし中国はですね、いつも言っていることは一つの中国でございます。では台湾も中国人でしょ、香港も中国人でしょ、マカオも中国人でしょ、どうして同じ中国人なのに中国のホテルに泊まっちゃダメですかという反発の声が最近はすごく高まってきておりますので、国は大々的に力を入れています。皆さん、この宣伝標語は私が見えました。これはですね、上海市文化旅遊局と公安局が宣伝したものでございます。外国人の取り扱い資格はないから、外国人の宿泊を拒否することは禁止します。外国人に宿泊登記を地元の警察局に行かせることを禁止します。外国人がホテルに泊まるときに公安警察のところに連れて行く、ひどくない？それはなぜかというと、フロントの人はこのパスポートの読み方がわからない。だから一番安全の方法はですね、このどうしてもあなたが宿泊したかったらですね、地元の公安警察局に連れていて、そこでですね、警察官に登記してもらいます。データをアップロードしてもらいます。その方法が旅館業に対しては一番無難です。罰金になりませんから。警察官が登記したから私たちがやっているわけではない。それはですね、外国人に対しては大変フレンドリーではないですよ。旅行に来るのにですね、警察公安に連れてしまう、ホテルフロントの登記、宿泊チェックインのためだけなんです。それはなかなか気分的には悪いですね。今はダメですというようになりました。つまりあなたたちはしっかり勉強してパスポートでも登記できるように習いなさい。私たち警察のところに連れてこないでください。外国人を歓迎するから絶対にそんな不便を作らないでくださいという姿勢を強く最近出しています。つまり皆さん、将来的にはですね、中国に旅行に来るとこのような外国人が泊まっちゃダメなホテルの数が大々的に減ると思います。絶対に外国人の方を警察の官のところに連れて行ってチェックイン手続きをすることもなくなります。冒頭で話しましたけれども、万が一ホテル予約したのにそこでダメと言われるとどうすればいいかというと、もちろん今までは一番いい方法は、あなたたちは登記できなかったから警察のところで登記するので宿泊泊まらせてください。しかしそれはですね、観光客に対しては本当にネックがハードルが高いので、やっぱりそういったことが発生するとホテルを変えてすぐに別のホテルに移した方が唯一の方法かもしれない。この国、この町、どんどんですね、外国人が来るようになってきています。そのためですね、外国人のためにいろいろ利便化を図るように頑張っているところでございます。なので将来的には中国旅行、出張、商用ありましたら、もっと便利になる動きは間違いないではないかということで、皆さんにこの情報を共有させていただきたいと思います。ということで、この動画の内容でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。